はい、おはようございます。まだ5時40分5時半 ?5 時45分、早いですね、まったく綺麗に片付いてます。直子さん片付けてくれました。まだこれだけ昨日のが残ってますね。今日は何しようかな。今日お弁当がある日なので、今日お弁当作んなきゃいけないでね。それで何をするかと申しますと、これね、安くなってますね。426円ね、びっくりですね。まあこれを使って、カツレツを作りましょうかね。カツレツスープを、これが鶏ガラのスープで、鶏のスープこの間作ったやつなんで、これでまたスープ作っちゃいましょう。あとは何があるかというと、味噌汁だな。味噌汁は豆腐を使えばいいでしょう。グラタンもある、卵もある、これもあるね。ここはね、ウインナーがありますから、ウインナーと、これちょっと前に作ったやつね、まだ残ってるんで、よいしょ、これを大丈夫ですね。じゃがいも茹でたやつね、マッシュポテトにするつもりだったんだけど、まだマッシュポテトにしてないから、こいつを使ってウインナーと、なんかやっちゃおう。あとは豚とかなんかのバラ肉があって、鮭があるでしょ。豚のバラ肉使っちゃうだけだね。豚バラはアスパラでして、これは焼きましょう。そんなところで朝ごはんの結果だったんですかね。ほら、これで豚と一緒にやればいいでしょ。豚で、このウインナーの中をセロリありますね。セロリ、よかったよかった。ヒノキさん、ヒノキなかったな。これね、いいね。青豆ね、グリーンビーンズ、グリーンビーンズだ。よいしょ。じゃあ続いていきましょうか。まずは鮭ですね。鮭、これが一番最初ここにありますね。よいしょ、これはしょうだ。よいしょね、パイ皿、必ずこれはパイ皿。あ、お安売りですよ208円3つ。大体鮭は一切れ100円っていうのがね、標準の値段かな。そんなもんでしょうね。ちょっともう古くなりつつありますけどね。いいじゃないですか。まあ大丈夫。全然問題ない。結構いいですからね。次は2品目だ。これ粗びきウインナーに、これにグリーンビーンズと、これでいきましょうか。この人たちをちょっとね使って、これはもうこれ使ってますからね、前からありますからね。問題ない。この人たちをこのまんまソテーしちゃいます。で、ウインナーを使っちゃいましょうか。こういうふうに切れ目を入れて、こういうふうにね、取るとこのこういうふうに切れ目を入れて、それをそのままひっくり返して、また反対側から切っちゃうと。これ蛇腹に、蛇面切れますね。もう2個も3個もあるか。1、2、3と。で、これはそれぞれにみんな3等分ぐらいにしちゃいましょうか。
ね、これがこのままみんな一緒に行けばいいですね。この中で一番早くからやっつけるのはじゃがいもね。その次がウインナー入れてグリーンビーンズ入れるというふうな流れです。ではこっち切ってもらいまして、これ昨日のあのガーリックオイルですね。ガーリックオイルにガーリックオイルの塩。塩が入ると油は温度が高くなるってね、よく言いますよね。本当かね。弱からで入れちゃいましょう。じゃあね、これもう茹でてありますから、そんなに長くは必要ないですね。茹でてあるからね。それで胡椒、うまそうで具材、これ焼き目がつきゃいいんでね。それも一緒だ。はい、外ですね。ああ、いい香りがしてくるね。じゃがいももこれであんま崩れないようにね。あんまりこれもあのマッシュポテト用にやってるから随分柔らかいんで気をつけましょう。気をつけてちょうだいね。こうやって美味しい美味しいができてくるわけですな。僕の料理にしては珍しくこれは弱火でいきます。だいたいずっと強火でね、今日は趣味なんですけどね。趣味ですね。お、そうだ、これじゃあさ、セロリがありましたから、セロリをね、入れたのと、香味がね、結構ね、美味しいですよね、ポイントがね。ね、ウインナーがこういうふうにセロリが香りが出てきますよね。いんげん、あ、いんげんペットが出てくるな。いんげんペットが出てくるね。いんげんペットが出てきますよと。ちょっとサラダだね、あれで。よし、ミンジュが来ました。ちょっと火強く使ってたね。はい、皆さん美味しくなってください。あんまり家庭に美味しくなりすぎるとダメだよね。これであのオリーブオイルに青じがずっと入っていきますからね。じゃがいもなんかも人間も人間もみんなこれ脂肪、油分が入ってないからね、美味しくないからね。こうやってやると美味しくなりますよね。もう一回入ってもらいましょうか。ね、これオリーブオイル、昨日のガーリックオイルところですね。うん。おお、うまそうですね。で、最後は白ワインですね。
うん、うまい。すごい。ね。はい、じゃあ、ひねさん、いますか。はい、おばあちゃん、大好きだと、お皿に。ひねさんと、ひとつの出来上がりですね。これなんか卵が乗っても美味しいね、これ絶対ね。ちょっともったいないから、もう油もったいないから。昨日のラーメンのそばが乗ってたよ。どうでしょう、昨日のあのラーメンのそばです、これ。これね、こうやって、うん、味がみんな入るね、これでね、楽しいね、これね、こういうのね。焼きそばってもうこういうもんですからね。あのこれただの蒸し、生そばを茹でてるんですからね。うまみがみんなこれ入っちゃうね。楽しい。これは楽しいね。うんうん。いいじゃん、いいじゃん。よし、これはいい。もうこうやってね、乗せてあげましょう。ね、今日のメインはこれだな。炭水化物食べる人は食べればいいんだけどね、僕は食べるんだけどね。どうしようかな、卵な。次が何だったっけ。なんか次があれだな、ちょっと先にやっつけちゃおうか。これがね、ちょっと忙しいから今日は。これじゃないか。これが昨日この間のあのスープですね。鶏ガラのスープ。鶏ガラじゃない、鶏ハムのスープね。ね、鶏ハムのスープ入ってます。で、これから何をやるかと申しますと、といえばまず後にしていきましょうか。ちょっとこれが大事だったな。これは津軽鶏ね。この津軽鶏をフライにしちゃいます。フライにするんだけれども、カツレットと同じような使い方、作り方をするということでフライになりますね。これ鶏皮がいますから、これ必ず取っちゃいましょう。鶏皮は鶏皮だけで、ね、焼いた方がうまいですから、オーブンでね、やった方がうまいんで、こいつはもう先に取っちゃいます、こうやってね。でこれはまあどっかに入れておけばいいわけだ。そうですよね。それで片っぽがこのまま鶏ハムになって、こちらがソテーになります。ソテーの方はだいたいこのぐらいの大きさに切っていけばいいですかね。これはハムにしましょう。これはソテーにした方が美味しいね。こう潰していきますからね、ソテーはね。こうヒレ肉なんかもそうだけれども、こう組織がこうなってるのをこう切断する形で切って、これを上から叩いていきますね。でこちらは鶏ハムですから、こちらに入れちゃって、スープね、これらのスープに入れてやって、ガラガラっとしたところで、まあローズマリーもう一回入れちゃいましょうね。ガラガラっとしたところで火を止めちゃって、おしまいと。
おや、蓋がねえな。これでいいか。この蓋でね、ガラガラってポンですな。で、こっち側です。これ、カツレットになりますから、カツレットは塩を少しちゃんと馴染ませておいて、ラップね、適当なラップ、こういうのを使っていればいいですから、これ飛ばないようにですけどね、そこら辺もバンバンと飛んじゃうんで、肉叩きでね、叩いちゃいます、これを。よいしょ。で、これ平ったくなりますね。よいしょ。ね、切った面がこうならないんですからね、叩き叩きました。で、これをまた叩きで、ね、叩きもそんな汚くならないですからね、これでいいですね。で、この人がどうなるかと申しますと、ボールだな。これ本当に簡単ですから、やるといいですよ。ボールに入れてあげて、これね、よいしょ、よいしょ、クラッシュ、どこしょ。ちょっと水がこれついてます。でも問題ないです。これ全くね。で、軽く塩コショウでね、で、ここで粉振ったりするとよろしいんですけれども、粉は振らない方がいいですね。粉振らないんです。で、粉に入れたりとパン粉ですね。パン粉、パン粉、女の人の名前じゃないんだからね。パン粉を僕はよく潰しながら乗せていきます。よし、もうちょっとな。うわ、床にこぼれちゃった。床がジャジジャジだな、パン粉で。パン粉、女性の名前です、パン粉。よし、わお、落としちゃった、失敗。落としちゃダメよ、落としないで。パン粉つってたからね。ちょっとこれね、沸騰しちゃったから、鶏ハムには、鶏ハムは沸騰させちゃダメですよ。これは悪い例です、悪い例。はい、これなんてつまんねえ。コトコトコトと5分ぐらい、5分までじゃないな、ほんの少しでいいですから、これやってみると、コト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 ですね。それでその間に熱が中入っててくれるんだね。で、パン粉の方はこっちです。ね。パン粉。すごい。ああ、ジャジャしてた、パン粉で。まあいいや。ね、コトコトいってますね。このコトコトいうのが大事。
もうあの半額のお魚とかは、半額のあの料理物はあっという間に足が早いですから気をつけましょうね。ほらこれこれこれね、こんな感じね。なんだこれ、これもうちょっと水。はい、汚れがある。で、もうちょっとと。それで別なこともしていきましょうね。後片付け。だんだん晴れてきましたね。まだ朝5時半だぜ。6時前だからね。よいしょ、ガーリックはいいね。ニンニク、まあいいや、ニンニクはこれもう昨日十分ニンニク煮たやつなんで、もうこれで十分でしょう。油は多いです。たっぷりです。こんなたっぷりっていうぐらいたっぷりです。こっちかも火が煮えてきたんで OK。鶏はあのちゃんと叩いておけば繊維が切れてますから、熱が入りやすいので大丈夫。これとあと肉がありますからね。ちょっと強めで返してみて、みんないけるな。みんないっちゃおうか。いけないと思った。いけますね。ね、こうやってパン粉食ってるだけで、これもちょっと叩いておきましたね。ちょっと全体的に叩き方が足りなかったな。まあ勘弁してもらいましょう。これからお餅ね、いつものこれですね。で、弱火。あとは見せたい。そして、あとに行くと、オーブンが開いて、鮭が、オーブンとなりそうです。ちょっと、ほっとしすぎたね。ほっとしすぎるとこれくっついちゃいますからね。あんまくっついちゃうと美味しくない。よろしくないんで。よいしょ。このようにね、このようになりました。すごいいい音がしてますね。
なかなかね、美味しそうになりますね。シンプルより実はね、で、だいたい2品が終わり。次はもうエイティグルーですね。で、次はなんですか、豚にアスパラ、ね、この2人を使っちゃいます。アスパラの方、ほら、目ばっかりなんだ、これ。すごいでしょ。農協万歳だよね。僕はなんでこれ大好きかって、農家の人が自分で食べてるものの余ってるのをくれてるっていうさ、お裾分けっていう感じが大好きね。つまりこれ食って元気なんだよね、あの人たちね、っていう、そういうあのエビデンスがありますよね、証拠がね。本当は家族っていうのはこういう食事をしてれば、ああ、おじいちゃんあんなに元気だし、俺もこんな元気なんねって分かるのがね、大事な、一番大事な意味合いだったんだけど、それは残念ながら何やってましたね。フライパンがない、フライパンが。フライパン、フライパン。フライパンがない。どうするかい。あ、ありました。フライパンね。これぐらいか。ね、ね、こちらね、こちらはどんなのに入れてるね。ほら、もうそういい感じでな。取りは注意しないとね。とにかくあのちゃんと焼けないとダメですね。刺してみて強さがなかったらもう大丈夫ですね。もういいかな。ちょっと見てみましょう。一番熱いからね、この人を。どうしたらいいかわかんないぐらい美味しい。もうちょっと小さいやつやのが欲しいんだよね。まあ余分なわけじゃないんだけど、油はちょっと落としましょう。食材から出た油は僕は大事にするんだけど、こういうあの、なんていうの、オリーブオイルみたいなものを加えた場合はね、ちょっと気をつけて外してやる。それで次はあちら、あちら。これはもう使えんな。どうしようかな。でもうまい油なんだよ。ちょっと何回も立つかね、この油。これボウルの中油は絶対構います。でここには肉が入ります。油敷かないです。大抵焼き目をつけます。
本当はこれ開いてからじゃなきゃいけないんだけどね。仕方がないか。ラストだね。ね、ラストだね。マスだね。今日アスパラガスの上に豚肉が乗ります。タンパク質っていうのは加熱に弱いですから、とにかくゆっくりの加熱になってくれるように工夫しましょう。そしてね、アスパラガスが取られてるところで蓋をしましょう。そうするとじわ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 あるかな。ちょうどいい。出上がりだ。ちょっと焦げちゃったんで、なるべくソースはかけないで。ちょっとだけね、こんなもんでいいでしょう。うまっ。で、卵焼きを作っちゃおうか。よいしょ。すごくいいんだけど、油が足りないかな。ね、こうやって。大体卵2個で3回っていうふうに僕は踏んでますけどね。1回目。温玉焼きだと簡単ね、間違いないですね。
ですね、底は程度なんですね。で、油をちゃんとこう折り込んでいけるでしょ。うさぎ卵ってのはまあ油を折り込むわけですからね。で、これはさっき鶏を焼いた油がたっぷり入ってるので、卵は何も味付いてない。ねえ、ものすごく卵を焼くとき油を使うと悪いと思い込んでると思うけど、僕は全く逆ですね。油使わなかったらうまいわけないじゃない。うまいってことは体にいいか。酒とかご飯とかそういうなんていうの、嗜好物はそんなことはないですけどね。これまさになんていうの、タンパク質と脂質がうまく折り合ってるから体の組成に一番近いでしょうね。僕は砂糖もあんまり入れるの好きじゃない。卵です。こんなもんだね。そしたら ここは味噌汁のスタート。で、おいおいおおっと、これはもうやりすぎちゃうのかな。大丈夫ですね。おお、ちょうどしょっぱみが入ってうまそうでんな。ここはね、しょっぱみが入ってうまそう、うん、ちょうどいい。これでベリーグッズ。あ、そっか、オーブン120度ぐらいになってる。どうりで焼き屋さんに電話来た。昨日のルクルーゼの後、そのまま最後の温度調節してましたね。失敗、まあ成功のもとということで、よいしょ。はい、今日のお弁当、こういう風な感じでできてますね。揚げ物は熱がこもるんで、こういう網の上に揚げるっていうのがいいかなと思ってます。で、これから蒸し汁を作っておしまいと。お腹減りました。